間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日はバイオリン・ビオラの調弦のコツについてお話したいと思います。ペグ、糸巻きを使っての調弦がどうも苦手だというような方はいらっしゃいませんか。そういう方のためにちょっとした調弦のコツをお話ししていきたいと思います。